ポケットモンスターポケットモンスター劇場版ポケットモンスター水のとの森上ラティアスとラティオス劇場版ポケットモンスター水のとの森上ラティアスとラティオスは2002年7月13日から公開されたテレビアニメポケットモンスターの劇場版5作目である同時上映作品はピカピカ星空キャンプモデルとなった ベネツィアの街並み1998年より5年間続いていた無印編の劇場版ポケットモンスターとしては最後の作品。舞台であるアルトマーレはイタリア語で直訳すれば永遠なる海。アルトマーレのモデルはイタリアの都市ベネツィアでありポケットモンスター劇場版シリーズとしては初の実在の街がモデルとなっている。アバンオープニングでは新規に TV アニメ版第1話のダイジェストが描かれた。アコーディオニストのコバが音楽を担当し、予告編にアルバム運命のレシピのモーストディシジョンを使用する。エンディングテーマのために宮沢和文がモーストディシジョンに歌詞を付け、コバ宮沢和文名義で一人ぼっちじゃないを発表。また、オープニングテーマのためにコバが目指せポケモンマスターを編曲し、 コバ松本理科名義で目指せポケモンマスター2002を発表する。本編は2002年劇場版ポケットモンスターミュージックコレクションの一人ぼっちじゃないを使用した。シングル一人ぼっちじゃないは一部の歌詞が異なる。キャッチコピーは真の雫が伝説のポケモンを呼び覚ます。ポケットモンスター劇場版シリーズにおいて傑作と評価され、 またシリーズで唯一、アカデミー長編アニメ映画賞に出品されるなど、作品としては、高評価を得た。しかし、同年は、猫の恩返し、ギブリーズエピソード2や、スター・ウォーズエピソード2、クローンの攻撃などの注目作と公開時期が、重なったことで週末工業ランキングでは、初登場4位、その後は9から10位となるなど、工業面では、苦戦を強いられ、 同年の邦画工業集成績は第4位となった。作品単独での工業成績は26.7億円を記録第18作目の降臨の超魔人、フーパーが公開されるまで歴代のポケモン映画で最も低い作品であった。時系列は第248話以降である。前作まで使用されていたセルガでの制作を中止し、 今作以降劇場版ポケットモンスターシリーズはすべてデジタル再式制作となったため無印編の劇場版においては最初で最後のデジタル制作となった2017年劇場版ポケットモンスター君に決めたの公開記念として人気投票企画推しポケモン映画ナンバーワンは君に決めたでポケモン映画作品の中から位に選ばれ中川翔子に あの頃間、美しい水の町の描写とアコーディオンの音色、と評された。旅を続けるサトシたち一行は、水の都と呼ばれる、美しい町、アルトマーレにやってきていた。サトシとカスミは、この時期に行われるアルトマーレの名物、水上レースに参加する。レース後に町を観光をしていると、サトシは、怪盗姉妹のザンナーとリオンに、女の子が襲われているところに遭遇し、 彼女を助けるが、逃げる途中で彼女とはぐれてしまう。博物館で再び姿を見かけ追いかけるが、女の子は、サトシのことなど知らないという。三度び女の子を見つけ、今度こそと追いかけていると、壁に偽装された通路を通り抜けた先の庭園で、その女の子は、伝説のポケモン、ラティアスが変身していたと判明する。サトシは、ラティオスとラティアスに歓迎を受け、 ラティアスが姿を借りていた絵描きの少女カノンと、その祖父ボンゴレに、この町に伝わるおとぎ話を聞かされる。その昔、この島に住んでいた、老夫婦が波打ち際に倒れていた二人の子供を解放した。その後、島に邪悪なものが迫った時、子供たちはその正体、ラティオスとラティアスの姿を表し、仲間たちと共に邪悪なものを追い払った。彼らは老夫婦に、 心の雫という邪悪を払う宝石を渡した。その後、島が邪悪なものに襲われることは二度となかった。島には、今でも、ラティオスとラティアスやその子孫が時折訪れているという。この秘密の庭園は、ラティオスとラティアスをもてなすために、ボンゴレの一族が管理しているものであった。そして、この庭園の噴水の中には、心の雫が収められている。アルトマーレには、 先祖たちにより作られた心の雫とラティオスたちを使うことで発動する強力な防衛システムが存在するので、悪しき者に利用されないようこうして秘密にしているので、あった。その晩、ついにザンナーとリオンが庭園を発見し、ラティオスと心の雫を手に入れてしまう。命からがら逃げ出したラティアスは、サトシに助けを求める。 サトシとラティアスは町へと飛び出し、防衛システムの妨害を共にくぐり抜け、ラティオスのところにたどり着く。ラティオスを助け出し、防衛システムを止めることに成功したが、心の雫がよどみ、防衛システムが暴走を始めてしまう。町に押し寄せた津波を、ラティオスとラティアスは身を挺して防ぐが、ラティオスが命を落としてしまう。ラティオスの命は、新たな心の雫となり、 庭園からこの街を見守るのだった。サトシたちが街を出るボートに乗っていると、カノンらしき少女が見送りに現れ、サトシに絵を渡し、キスをする。無言のまま去って行ってしまうので、彼女が本物のカノンだったのか、それともカノンの姿になったラティアスだったのかはわからない。サトシはもらった絵を見て微笑み、ボートで次の街へと出発する。詳細は個別記事か。 アニメ版ポケットモンスターの登場人物を参照。映画公開記念としてラティアスとラティオスをデザインしたゲームボーイアドバンスが発売された。エンディング直前に帽子をかぶっていないカノンの姿をした少女がサトシの方にキスをする場面が存在するが、このシーンに関してカノン本人がしたのか、カノンに変身しているラティアスがしたのかは不明。本作品の書籍版。 劇場版ポケットモンスター、水の戸の森カ神ラティアスと、ラティオスピカピカ星空キャンプでは、他の場面では、少女が、カノン本人か変身したラティアスかのどちらかであるかが、明記されているが、このキスシーンのみ、少女とのみ表記されている。また、この場面に使用されている BGM の曲名は、カノンとなっている。それ以外のカノン、カノンに変身したラティアスが登場する場面で、 使用されている BGM の曲名は、謎の少女及び、謎の少女、再び。見分け方として少女がどちらであるかは、帽子を被っているか否かでわかると前述の書籍では、解説されているが、エンディング直前の場面では、帽子は、カノンの部屋のイーゼルにかけてある状態であり、たとえカノンだとしてもその時、カノン本人は被っていないことがわかる。オープニングにて、 一瞬だけポリゴンが登場している。これはポケモンショックが起きた伝の純しポリゴン以来の登場。劇場版でのポリゴンの登場がこれが最初で最後となった。歴代の映画の主役ポケモンそれぞれのモチーフが映画のどこかに登場する。前作同様、全米でもポケモンヒーローズとして2003年5月16日に全米200巻で公開された。なお、 オリジナル版とは、などの点で異なる。また本作は、ポケットモンスターの劇場版作品では唯一、アカデミー長編アニメ映画賞の最終先行エントリー作品となっている。ありがとうございます。